QVC マリンフィールドには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね。とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね。非常にファンとしても緊張感を感じます。先制タイムリーを打っています藤田。初球ボール打ちました。あ、やっちまったか。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。そう、やっちまった。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、やはりね、あの気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。マリーンズ初回の攻撃になります。打順は1番岡田。変化球空振り、ワンアウトです。打順は3番松井。ファウルになります。ボールを拾って二塁は無理、一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打席には3番バッター松井。今日はまだヒットがありません。甘いコースだったんですけどね。フルスイングしました。右中間に強い打球、これはどうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。ここでランナーが変わります。ヒットでランナーを一塁に置いています。気合が入っています。バットに当たりません。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ちました。センターに抜ける、ヒットになった。この打席もヒットを放ちます。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。迎えるバッターは DH ジョーンズ。今日はまだヒットがありません。マウンドの先発ピッチャーグライシンガー、打った。これはどうだ。抜けていきました。これで3連打。積極的にファーストストライクから打っていきました。
迎えるバッターは5番銀次。今日はまだヒットがありません。甘いコースでしたが見送っていきます。低め、これは外れた。際どいところへ決めてきます。ワンボールツーストライクです。打ちました。転がって一二塁間を破る。ホームに送球。サードランナーがホームに帰ってきました。イーグルス勝ち越し、2対1になりました。リプレイでご覧いただきましょう。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。終わろうか。うん、終わろうと。バッターは DH サブロー。今日はもしかしたら縁もないかもあります。うん、初球打ち、レフトに大きな打球、レフトをバックする、バックする。ツーアウトランナー一塁と変わります。8番バッターマウンドはセットアッパーラズナー。初球打ち、左中間に強い打球、これはどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。ランナーが出ます。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホーイン。逆転に成功しました。この回の千葉ロッテマリーンズ3対2。さあご覧いただきましょう。そういうのも仕方ない。今日ちゃんだってごめんな、まんじゅうケースしなくないけ。あそこ行かない、パロ行かじゃない、パロ行きに。今ゆっくりとリリーフカーにピッチャーが乗り込んでホームに向かっていきます。今でもテレビ NHK がついてるけど、ずっと見よってね。うん、インパクト感のある中の登板となりました。テーマになったとも聞こえてない。試合は最終回まで来ました。イーグルス打順よくクリーンアップから始まります。バッターボックスには3番松井。前の打席ではヒットを放っています。西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですよね、まあそうは言ってられないですから、とにかく塁に出ないといけないですよね。打ちました、右中間に大きな打球、伸びていく、どうだ、入れば同点。これ突っ込んだら最適だよね。今日2本目のツーベースヒット。でもね、母さんがばあちゃんにしようと思うんだ。うん、ねえ、なんで余計直せよ。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。だけエアコンのこともね、久保田さんがつけなさいって言ったけんでよって、そういうふうにごまかしとった。うん、そうせんよね。嘘つき、親に嘘つくのはもっぱらあの家ダメだ。3番バッター根本、今日はまだヒットがありません。母に嘘つくの嫌だったんだけどって言ってた。2アウトから同点のランナーを出していきます。でもお母さんに嘘つく、嘘言うことあるんで。逆に多分学校仕事したことあると思う。打ちました。左中間へ打球伸びる、最後掴んで試合終了です。なんかでもある友達に嘘ついたこととか。楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。接戦をものにしました。鈴芽さん優勝初めて1回で1回だけあった。1点を争う好ゲームですね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。チーズとかよく点差を戻りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。たった1分の接戦を戻りました。一方のマリーンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように私2本が顔に出やすいって気につけたの勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。